長派は日本海軍の駆逐艦、遊雲型駆逐艦の四番艦である。一等駆逐艦長派は日本海軍が1941年4月から1942年6月にかけて藤永伝造戦所で建造した駆逐艦。竣工後、横須賀府部隊に所属し、紹介や訓練を行う。八月十一日、日本海軍は長波と巻波により、 第31駆逐隊を新編する。トラック白地進出後、第31駆逐隊は、第2水雷戦隊各隊、各艦と共に、ガダルカナル島の戦いに従事する。戦艦混合と春名のヘンダーソン基地艦砲射撃にも、同行した。南太平洋海戦では、前進部隊に所属、またが東強行輸送任務に従事した。11月中旬の、 第3次ソロモン海戦では、輸送船団を護衛した。11月30日のルンガ沖野戦では、第2水雷戦隊司令官、田中雷蔵少将の機関として活躍したが、姉妹艦高波を喪失した。長波は、艦の疲弊により、トラック白地に交代して、整備を行い、ガダルカナル島撤退作戦の後内地へ帰島した。1943年3月中旬から、 マイズル海軍交渉で修理を行った。5月12日、長波は北方部隊に編入された。7月、島風やサミダレ島と共にキスカ島撤退作戦に従事した。北方作戦後は南方に転じ、10月下旬には第一航空戦隊の物件を搭載してラバウルに進出する。そのまま武与圏ビル島攻防船に投入されて、 ブーゲンウィル島を機械戦に参加した。11月11日、長波はラバウルで米軍機動部隊艦載機の攻撃を受けて大破。駆逐艦水なずき時巡洋艦長領に栄光されて日本に戻り、1944年1月末から暮れ海軍交渉で修理を行った。第31駆逐隊所属艦は昭和18年7月から11月にかけて姉妹艦係波。 巻波大波が沈没し、長波一隻となる。1944年2月10日、沖波岸波,岸波浅島を編入して、定数四隻を揃えた。同年5月末、長波の修理完了。7月中旬、第31駆逐隊は、戦艦や重巡洋艦を護衛して、林河白地に進出した。早い号作戦に伴う冷手沖海戦では、 第一遊撃部隊に所属する。10月23日、パラワン水道で、栗田艦隊が、アメリカ潜水艦2隻に奇襲された際、長波と朝下は損傷した、従順洋艦高を護衛して交代した。その後、長波は空襲で損傷した従順洋艦の護衛に、回った。冷凍機械戦後、第31駆逐隊は、第二遊撃部隊に編入され、多合作戦に従事する。 11月11日、第3次多合作戦において、レーテ島、オルモック湾で、米軍機動部隊艦載機の攻撃を受け、輸送部隊は朝霜を残して全滅する。長波も撃沈された。1939年度火唱第119号艦として、藤永伝造戦所で建造。1941年12月17日、長波と命名される。 遊雲型駆逐艦に類別された。1942年6月30日、春イズ鶴鎮守府籍となる。春行と同時に、長波は警備駆逐艦に定められた。横須賀鎮守海面防備部隊時期卒部隊に、編入されて、横須賀に開港された後、相模湾方面での紹介に従事した。7月5日、キスカ島に停泊していた第2水雷戦隊第18。 駆逐隊は、米潜水艦の攻撃を受け、駆逐艦あられが沈没し、白縫いと霞は、船体切断に追い込まれた。7月17日、大海指第114号により長波は、キスカ島に、白縫いと霞救援用の物資と人員を運ぶことになった。7月20日に、長波は、横須賀を出発して27日キスカ島に到着。 後院3名などを送り届けた長派は、翌日輸送船白山丸を護衛し指摘路につき、8月4日、横須賀に帰島した。8月31日、日本海軍は長派と巻並により、第31駆逐隊を編成した。初代駆逐隊司令に、清水俊夫大佐を任命する。第31駆逐隊は、第2水雷戦隊に所属した。第3戦隊司令官、 クリタ・タケオ中将が指揮する第3戦隊と第31駆逐隊で全身部隊待機部隊を編成、内海西部で訓練を実施した。9月6日、待機部隊はクレを出撃した。トラック諸島に進出後、連合艦隊機関ヤマトで打ち合わせを行う。全身部隊本隊に編入後、9月11日にトラック白地を出撃、全身部隊に合流した。 第31駆逐隊はガダルカナル島の戦いに関わる海上作戦に加わることとなる。9月中旬の日本陸軍が闘争攻撃は失敗。日本海軍各艦隊はトラック白地に戻った。10月1日、第31駆逐隊に姉妹艦高波が編入され、三隻編成となった。清水司令は司令駆逐艦を高波に指定した。 10月11日、第二水雷戦隊は、ガダルカナル島、ヘンダーソン飛行場への艦砲射撃を命じられた、コンゴーとハルナを護衛することになり、低侵攻撃隊としてトラック白地を出撃した。10月13日から14日にかけての深夜に行われた飛行場砲撃においては、襲来してきた魚雷艇4隻を追い払った。ヘンダーソン飛行場は損害を受けたが、 日本軍が知らなかった新規飛行場は離着陸可能であり、ガトー揚陸中の輸送船団に空襲を加えた。輸送船団の苦戦を知った連合艦隊は、前進部隊の従順妙高とマヤに飛行場砲撃を命じ、これをに推薦が護衛することになった。妙高とマヤは、ガダルカナル島タサファロングの浜辺に突入して、拡材炎上した山積を見つつ、10月15日夜、 艦砲射撃を完工した。砲撃は約1時間で終わり、第31駆逐隊も砲撃を行った。戦場を離脱後、10月17日夜に第2艦隊及び第3艦隊主力と合流し、補給を行いつつ、敵を求めて進撃を続けた。10月26日の南太平洋海戦時は支援部隊、前進部隊に所属していた。10月30日に、 トラックに帰投した。11月3日、長波を含め支援部隊の一部部隊は、外南洋部隊に編入され、トラックを出撃して、ショートランドに向かう。11月5日、ショートランド白地において、外南洋部隊造園部隊指揮官の職務は、第3水雷戦隊司令官、橋本慎太郎少将から第2水雷戦隊司令官、田中雷蔵少将に引き継がれた。 ガダルカナル島へのネズミ輸送に従事していた第3、水雷戦隊は、トラック白地へ戻る。これ以降、ガトウへの駆逐艦輸送作戦は、田中雷蔵少将が指揮することになった。11月6日深夜、第15駆逐隊司令、佐藤虎次郎大佐指揮下の構造演隊は、ショートランド白地を出撃した。途中で、米軍爆撃機と小型機二十数機の空襲を受け、 長波と高波が損傷した。長波は戦死者3名と重傷者7名を出し、一番、砲塔などに被害があった。構造演隊は、深夜に、タサファロンの沖に到着して、領職を下ろし、傷病兵と便乗者を乗せて帰稿した。この頃の連合艦隊は大規模輸送船団による、ガトー輸送を計画しており、外南洋部隊造演部隊は、 第38師団の将兵を乗せた11隻の輸送船を護衛することになった。11月12日1530増援部隊は輸送船団を護衛してショートランドを出撃した。だが飛行場砲撃隊と米艦隊の間で夜間水上戦闘となり、輸送船団はコロンバンガラ島東,東方で反転、ショートランド白地に引き返した。 11月13日1530、輸送船団は再び、ショートランド白地を出撃した。11月14日になると、輸送船団は、ヘンダーソン飛行場から飛来した空母エンタープライズの、関西機、エスピリトサント島から飛来した陸軍の B-17、重爆、ガトウから来た、海兵隊機による8時に及ぶ反復攻撃を受けた。霊式艦上戦闘機や、 水上観測機が護衛に当たったが、米軍機の大軍を阻止できなかった。11隻の輸送船は6隻が沈没し、サドマルと護衛2隻が引き返した。長波は陸兵570名を救助した。田中少将は、駆逐艦と残存の4隻の輸送船をサボ島沖に向かう前進部隊の後につけさせたが、救助者を乗せた各艦は、戦闘に耐えられる状態ではなかった。 その後、田中少将は、第三次ソロモン海戦、第二夜戦が正規した隙をついて輸送船を、タサファロングの浜辺に格差させた。夜明け後、輸送船は空襲と、重砲射撃と、艦砲射撃により粉砕され、人員のみが党に揚陸した。駆逐艦だけになった、増援部隊は、11月15日2200、ショートランドに帰島した。 輸送船によるガダルカナル島突入が失敗に終わると、ガダルカナル島に対する輸送作戦は、ドラム缶を用いたネズミ輸送に切り替えられた。田中少将は、月齢、作業時間、訓練などを開案して12月1日以降に、結行してはと、第8艦隊に二度意見具申したが、潜水艦による輸送が進捗しないことや、ガダルカナル島の将兵の了食が厳しくなっている。 ことを理由に意見は二度とも却下された。また、輸送量、人員を増やすよう要望した。田中少将は、配下の駆逐艦すべてから予備巨来を陸揚げし、警戒艦を除く各艦にドラム艦を200個から240個搭載させた。この出撃時の兵力部署は、警戒隊、第1輸送隊、第2輸送隊であった。田中少将は長波を、 臨時の増援部隊機関とした。11月29日夜22時45分、外南洋部隊増援部隊は、ショートランドを出撃して、北方からガダルカナル島を目指した。しかし、翌11月30日朝に、偵察の B-17 に発見される。これを受け、南太平洋軍司令官、ウィリアム・ハルゼー大将は、東京急行を阻止すべく。 カールトン・エイチ・ライト・少将の第67任務部隊を出撃させた。サボ島沖に差し掛かった20時30分頃警戒隊の高波は単艦先行して、アメリカ艦隊の攻撃に備えた。21時12分、高波が第67任務部隊を発見する。増援部隊各艦は、ドラム艦の投入準備にかかっていたが、敵発見の報告により、田中少将は、 ドラム缶を投棄させて21時16分に、揚陸止めめ、全軍突撃せよを加齢した。敵発見を報じた高波は、21時20分から、第67任務部隊の集中砲火を浴び、航行不能となって23時37分に、沈没した。高波座城の清水大佐は戦死した。増援部隊各艦は魚雷を発射し、長波は射撃を行いつつ、 魚雷8本を発射、非敵側に反転した。長波の損傷は、海戦で大口径団の資金弾を受けた程度であった。一方、増援部隊が発射した魚雷の槍ブスマは、第67任務部隊の巡洋艦部隊に襲いかかった。機関ミネアポリスは、魚雷2本をひかみなりして、艦首を吹き飛ばされ、ニューオーリンズも、魚雷命中により、艦首を失った。 三番艦ペンサコーラは、ひかみなりして炎上した。四番艦ホノルルは30ノットの速力で相手から、離れ無事だった。五番艦ノーザンプトンは、魚雷2本が、左玄後部に命中したが、命中穴は大きく同一箇所に命中したようだった。ノーザンプトンは転覆して沈没した。夜戦で大きな戦果を挙げたに推薦だが、田中雷蔵少将に対する評価はかんばしくなかった。 ただし、翌年9月15日、連合艦隊は、造園部隊の功績を称えて、感情を授与した。高波の助籍により、31× は、長波と巻波の二隻になった海戦には勝利したものの、本来の目的である、ドラム艦輸送は果たせていなかった。駆逐艦を増強し、12月3日から4日にかけて、造園部隊指揮官指揮下で、第二輸送作戦が行われた。 長波を含め駆逐艦10隻による輸送では空襲で巻並が小波、ドラム艦1500個を投入したが陸軍が要衆したのは310個であったこの頃ショートランド白地に秋月型駆逐艦正月が到着した田中雷蔵少将は二水戦機関を長波から正月に変更した12月7日から8日にかけての第三次輸送作戦は 第15駆逐隊司令の指揮下で長波を含め駆逐艦11隻が参加した。往路で駆逐艦の分けが空襲を受けて航行不能となり、長波はノアけを栄光してショートランド白地に引き返した。2隻を駆逐艦嵐と有明が護衛した。魚雷艇や米軍機の妨害により輸送作戦は失敗に終わった。12月11日から12日にかけての 第四次輸送作戦は、増援部隊指揮官の直卒下で行われ、連合艦隊司令長官山本五十六大将は、今時の駆逐艦輸送に期待するところ極めて大なり、あらゆる手段を工事任務達成に、務めようと激励した。長波含め駆逐艦11隻で実施する。ガダルカナル島に到着して、ドラム艦を揚陸中、増援部隊は、米軍魚雷艇に襲撃されて、 帰還正月が、ひかみなり、高校不能となる。田中少将を含め、第二水雷戦隊司令部は長波に異常した。二水戦司令部退去後、寺ずきは自陳した。投下したドラム艦船2 0 0個のうち、要衆できたのは220個であったという。12月14日に、ラバウルに交代してからは、ニュージョージア等問題の輸送作戦に参加する。増援部隊指揮官の 長波含め駆逐艦6隻は12月16日1400ショートランド白地を出発する。夜間空襲を受け、カゲロウが昇破した。翌日0500、ショートランド白地に帰島した。12月25日1300、駆逐艦うずきと輸送船南海丸は、文田に向け、ラバウルを出発した。1730、セントジョージ三崎西南西24海路で、米潜水艦、 シードラゴンの魚雷攻撃を受け、南海丸が損傷する。さらに南海丸と宇月が衝突、宇月は航行不能となった。駆逐艦4隻は急遽、ラバウル出撃、救援に向かう。長波は鶴見等と共に南海丸を護衛して、機体、同船は26日1500頃ラバウルに帰島した。12月30日、増援部隊指揮官は、 田中雷蔵少将から小柳と三次少将に代わり、引き続き長波を二水戦機関とした。年明けた1943年1月2日から3日に、かけての第5次輸送は、長波含め駆逐艦10隻で行われた。連土場島付近で空襲を受け両風が損傷、連の護衛下で引き返した。最前線で長期間活動していた二水戦各艦は、消耗が激しく、 4隻は、全身部隊に復帰した。1月10日、増援部隊機関は、長波から黒潮に変更された。翌日、外内洋部隊増援部隊指揮官の職務は、第二水雷戦隊司令官、小柳富次少将から第十戦隊司令官、木村進少将に引き継がれた。12日戦、二水戦司令官は、長波を率いて、ショートランド白地を出発した。十四日、 トラックに到着した。長波は3月7日までトラック白地で整備を行った。1月19日、第10戦隊機関の秋月型駆逐艦秋月は、米戦水艦のオチラスに来撃されて、大波第10戦隊司令官も負傷した。小柳少将は第10戦隊司令官に任命され、長波から正気を撤収する。艦長が臨時にに司令官を代行した後、 公認の二水戦司令官には、伊崎俊二少将が任命された。長派は、工作官赤氏の世話になった。整備中の1月20日、伊須津は第二水雷戦隊から除かれ、第16戦隊へ転籍した。同日府で、遊雲型駆逐艦大王波が、第31駆逐隊に編入された。2月25日には、姉妹艦清志派が 31× に加わった。 第31駆逐隊は定数4隻となった。3月8日に前年暮れに救援した南海丸を護衛してトラックを出港し、瀬戸内海まで護衛の後舞鶴に開港され、3月17日に入港した。舞鶴海軍交渉で修理と整備を行う。修理後4月20日に舞鶴を出発する。横須賀に開港された。 4月25日、第14戦隊の軽巡洋艦中と駆逐艦3隻は、空母運用と沖高を護衛して、トラックに向かう。4月30日、艦隊は、トラック白地に到着した。5月8日、軍艦5隻は、駆逐艦部隊に護衛されて、トラックを出港し、それぞれ内地に帰島した。5月13日、長波とサミダレは、第5戦隊及び空母と共に、 横須賀駅等した。横須賀到着の前日、連合軍はアッツ島に上陸を開始、アッツ島の戦いが始まった。第5戦隊及び長波とサミダレは北方部隊に編入され、アリューシャン列島への進出を命じられる。5月15日、4隻は横須賀を出発19日バラムシルに到着した。北方部隊は、 アッツ島救援のため駆逐艦神風との風をアッツ島に突入格座させて補給を行う計画を立てていたが実施されなかった5月29日アッツ島守備隊は玉砕した6月1日長波は補給の際に原則に損傷を負い翌日バラムシルを出発する6月5日マイズルに到着した修理と機銃増備工事を行う 23日、マイズルを出動する。7月1日、バラムシル島に進出した。7月7日、第一水雷戦隊司令官、木村正富少将の指揮した、キスカ島撤退作戦第一次作戦に、警戒部隊として参加する。しかし、第一次作戦は、キスカ島方面の霧が晴れてきたことで7月15日に、作戦中止となり、18日バラムシル島に帰島した。 第二次作戦は7月22日から開始された。翌日、三隻は霧のために艦隊から落語した。24日、長波と日本岸は艦隊に合流できたが、くなしは依然として所在不明だった。7月26日夕方、突入部隊は、くなしを原因とする多重衝突事故を起こす。艦隊最後尾にいた若葉から、 初島長波は前方の混乱の余波を受けた。まず初島が前方航行中の若葉の右舷後部に衝突する。後進をかけた初島は後続していた長波に衝突した。長波は右側に回避行動をとっており、初島の看備が長波左舷後部に衝突した。外反に少し凹みが生じて、若干量の浸水もあったが、作戦に支障はなかった。 撤退作戦後、長輩科各艦は8月3日府で北方部隊の指揮から離れ、現体に戻ることとなった。長波と響きはタンカー日本岸をマイズル近海まで護衛した。8月7日、長波はマイズルに到着し、マイズル海軍交渉で修理を行う。9月4日まで修理を行った。翌日、長波はマイズルを出撃した。 修理後の9月15日、長波と島風は従順要艦長海とマヤを護衛して横須賀を出撃しトラックを経由してラバウルに向かう。9月20日にトラック白地儀後各艦に分譲していた防空隊はマヤと長波に移常した。マヤと長波はラバウルに移動して部下島配備予定の防空隊を揚陸しトラック白地に戻った。 任務終了後はトラックで待機し、10月17日からはマーシャル諸島方面に出撃する第3艦隊と第2艦隊の護衛に着いた。10月28日、連合艦隊は路合作戦を発動する。この作戦において、第1航空戦隊の飛行機隊を南東方面の陸上基地に配備することにした。第10戦隊、 大杉森和少将を指揮官とする輸送部隊は、それぞれ一航船の基地員と物件を、ラバウルやカビエンに輸送した。ラバウル到着後の第一部隊は、そのままブーゲンビル島、トロキナ方面への殴り込み及び逆上陸部隊を援護する連合襲撃部隊に組み込まれた。連合襲撃部隊は、第一襲撃部隊、第二襲撃部隊、第三襲撃部隊として出撃した。 11月1日から2日にかけてのシニアに正規したブルゲンウィル島を機械戦で日本軍は敗北し、買わないと初風を喪失した。ラバウルに帰島後、長派はラバウル空襲に遭遇する。11月5日の空襲で栗田長官の従順洋艦部隊は大損害を受けたが、長派含めに水戦各艦に深刻な被害はなかった。大破したマヤ第十戦隊と 第2水雷戦隊の大部分を残し、重巡洋艦部隊はトラック白地へ退却した。11月6日から10日にかけては、第10戦隊と共にトロキナへの逆上陸作戦に従事した。長波の兵力部署は支援部隊機関の第2支援部隊であった。この頃、11月5日の空襲に満足した春勢大将は、さらなる戦火拡大を狙って、 太平洋艦隊司令長官チェスターニミッツ大将に、新手の空母任務部隊の派遣を要請。ニミッツ大将は、ギルバート諸島方面の戦況を睨みつつ、第50.3任務部隊を派遣することに決した。11月11日早朝、第38任務部隊は、ブーゲンウィル島北方から、第50.3任務部隊は、道東南方から、ハサミ打ちの格好で艦載機を発進させた。 これに対し、ラバウルから発信した偵察機は第50.3任務部隊を発見する。これに伴い、ラバウル在白の第2水雷戦隊と第10戦隊は折からのスコールに紛れて郊外に脱出しつつあった。7時15分、急降下爆撃機十数機の攻撃を受けて5艦班に被弾し、相打不能になった上爆発でスクリューが脱落して航行不能となった。 数分後には、姉妹艦鈴波が魚雷と爆弾命中により合沈した。第2水雷戦隊と第10戦隊の大部分はトラック白地に撤収したが、第31駆逐隊はラバウルに残った。長波は仮修理を受け、本格的な修理のため栄光されて構想されることになった。12月3日、軽巡洋艦夕張と駆逐艦ふずきの護衛家。 駆逐艦水月に栄光されて、ラバウルを出航する。5日までは、駆逐艦アマギリも護衛に協力、計3回連合軍機と遭遇したが被害を受けることはなかった。8日、長波栄光部隊はトラックに入港した。1944年1月15日、今度は、軽巡洋艦長領に栄光されて、トラックを出港した。護衛には、駆逐艦うずきというなぎがついた。 米軍潜水艦が調量する中での栄光のため、生艦は難しいと見られ、長良乗組員は病院船ヒ川丸に預けていた長良戦死者の遺骨を引き取り、艦内に安置して航海に臨んだ。長波開港隊は4隻ともないへ帰島できた。1月24日、内海西部議。長波は呉海軍交渉で本格的修理に入った。 第31駆逐隊の所属艦は、前年7月に新派が夜間空襲により撃沈され、前年11月下旬のセントジョージ岬沖海戦で、大波と巻波が沈没、稼働艦は長波一隻になっていた。1944年2月10日、第31駆逐隊に沖波、岸波、浅島が編入され、定数4隻を回復した。同日筆で、 森艦長は第二艦隊司令部府へ転任したが、公認艦長の発令はすぐには行われずそのまま修理を行い、6月1日になり、新艦長の日き義少佐が横須賀鎮守府から就任した。修理を終えた後の7月8日正午、第31駆逐隊は遊撃部隊の後部隊に所属し、クレを出撃した。途中、沖縄の 第32軍に対する輸送任務を行い、任務終了後は、リンガ博士に直接向かって7月16日に到着した。以後、リンガ博士で訓練に励んだ。10月18日、早1号作戦発動に伴って第一、遊撃部隊は、リンガ博士から出動した。ブルネー湾で補給の後、第一遊撃部隊の第一部隊と、 第2部隊は10月22日に出撃した。だが、翌10月23日未明に、パラワン水道において、第2艦隊機関アタゴが、アメリカ潜水艦ダーターの来撃で沈没した。両艦マヤは、潜水艦デイスの来撃で沈没した。両艦タカオは、ダーターの来撃により大破した。第十一駆逐隊の長波とアサシモは、タカオの警戒と護衛を命じられ、 栗田艦隊本隊とは別行動になった救援要請により 解剖艦船ぶり、水雷艇ヒ踊り特設苦戦艇三戸丸が、それぞれ高尾との合流を急いだ。ダーターとデイスは、高尾にとどめを刺そうと攻撃機会を伺っていたが、長波と浅島と水蒸気が警戒しているため、昼間襲撃を諦めた。翌10月24日未明、ダーターは、パラワン水道のボンベーショーに座礁し、放棄された。デイスは、 両艦の乗組員を収容した後、現場を去った。同日0420、日踊りと三戸丸が高尾隊に合流する。0850、味方紹介機が通信塔を投下、ボンベイ省に座礁した潜水艦の攻撃を依頼した。長波と日踊りはダーターを攻撃するため座礁現場に赴く。約3分間、リーフ状のダーターを砲撃した。十三ミリ機銃と、 写真、可能な限りの露客品を得て、分取った13ミリ機銃は、湖原側に装備された。続いて長波は、渋谷海で、第38任務部隊の艦載機の空襲を受けて、大破し、コロン島経由で、ブルネー湾に下がる妙高の護衛を命じられた。日踊りは、高尾隊の護衛に戻り、長波は、コロン白地に向かった。10月26日1050。 栗田長官は三席に対しコロン執行とブルネイ開港を命じた。この命令受領時、新僧と浜風は戦艦武蔵ゾン者を乗せてマニラにいたので命令通り行動できるのは病光と長波だけだった。27日1150、病光と長波はコロンを出発、パラワン水道を通過し、29日1030ブルネイに到着した。 同地には栗田艦隊残存艦が到着していた。ブルネー到着前の10月27日1715、豊田ソエム連合艦隊司令長官は、レーテ島地上戦に伴う、海上輸送作戦を実施するため、南西方面部隊の水上兵力増強を加齢した。GF 伝令作、第381号により、第31駆逐隊、第41駆逐隊、 第61駆逐隊は第2遊撃部隊に編入された。29日には GF 伝令作第387号により第2水雷戦隊全艦が第2遊撃部隊に編入された。10月30日、長波を含め第2水雷戦隊の大部分はブルネーを出発、マニラへ移動した。 11月8日朝、長波は多合作戦第四次輸送部隊に所属し、マニラを出撃した。翌11月9日夕方に、レーテ島、オルモック湾に到着するも、大発が揃わなかったため兵員しか陸揚げできなかった。11月10日、輸送部隊は、オルモック湾を出撃して、マニラに向かったが、間もなく、B、B-25 と、 p-38 の攻撃を受けて、陸軍特殊船高津丸、輸送船火し丸、第11号解剖艦が沈没し、解剖艦占い守ると、第13号解剖艦が損傷した。木村少将は輸送船金貨丸に護衛部隊をつけて、マニラへ先発させた。駆逐艦3隻と共に救助作業に当たった。救助作業後、駆逐艦3隻と、 第13号解剖艦及び、後から北第1号型輸送艦3隻は、マニラへの帰路に着いた。1418、先行隊も空襲を受けて収葬が、中破した。この頃、多号作戦第3次輸送部隊は、低速輸送船団を護衛して、オルモック湾に向かっていた。南西方面部隊指揮官は8日2059、NSB 伝令作。 第738号により、駆逐艦4隻の第3次輸送部隊編入を、駆逐艦2隻の第4次輸送部隊編入を命じていた。大川内長官の命令により、損傷した周葬以外の3隻は、第4次輸送部隊から分離、第3次輸送部隊に合流する。11月10日、有国、長波と朝下は霞に、被害完成損者を移し、 第3次輸送部隊を追いかける。第4次輸送部隊から離脱後、3隻は21時に、マスバテ島東方のブラックロック水道で、第3次輸送部隊に合流した。第3次輸送部隊は、護衛部隊と輸送船4隻となり、魚雷艇を撃退して進撃した。11月11日の正午頃に、オルモック湾に到着する予定であったが、その直前に、 第38任務部隊の艦載機347機による空襲を受けた。各艦は円幕を展開し、また陸軍戦闘機疾風約30機が出動したが、輸送船団を守りきれなかった。続いて米軍機は護衛部隊に襲いかかる。第32駆逐隊司令の改装によれば、護衛部隊は、浜派、若月、東風、長派、総海艇30号。 朝霜の単獣人であったという。激しい対空戦闘の末に弾薬が尽きた長波は、右舷環境下に被弾し、肝右側にも資金弾を浴びた。間もなく、右側に傾斜した後、長波は肝腫を上げて沈没していった。第三次輸送部隊は、朝霜ただ一隻を残して全滅し、早川少将も戦死した。なお朝霜は、航行不能になった浜派に雪原し、 浜葉乗組員を救助して、オルモック湾を脱出した。朝島は浜葉乗組員で満杯となっており、また米軍機の空襲も続いていたため、他の浮いている艦を救助できなかった。飛田は生き残った乗員数十名を引き連れて、いまだ浮いていた浜葉に乗り移った。飛田艦長は乗員を各部署に配置させて、機関の再始動にも成功したが、マニラ機頭に必要な艦用の真水が、 欠乏していたので浜派を陸上放題にしようと決心した。しかし、潮流に流されて、格座に失敗し、浜派に残っていた領職で夕食を取った後就寝。翌12日、日田艦長以下の長派の乗員は、浜派を離れ、陸上から迎えに来た大発に移って、霊手島に上陸した。浜派の船体がその後どうなったのかは定かではないが、日田艦長は生還して、 戦後海上自衛隊に入隊した。長派乗陸民43名が海軍陸戦隊に編入され、マニラ市外戦やフィリピン地上戦に投入された。11月15日、朝下は第2駆逐隊へ転出、沈没していた遊具型駆逐艦ハマハが第31駆逐隊に編入された。第十一駆逐隊の所属駆逐艦四隻のうち三隻は沈没もしくは 大破着底状態のため、書類上の存在に過ぎなかった。唯一健在だった。岸並も12月4日に撃沈され、第31駆逐隊は、可動艦解無となった。1945年1月10日、長波は、官邸類別等級表から削除。同時に、帝国駆逐艦席から除席。第31駆逐隊も解体された。1981年、 蝶派の元上院10名によって、京都霊山五国神社に、蝶派の慰霊碑が建立された。熊部伝え中佐、1942年5月20日から1942年6月30日、熊部伝え中佐、1942年6月30日から1943年11月25日、森卓司少佐。 1943年11月25日から1944年2月10日、以後1944年6月1日まで、駆逐艦長の発令なし。日田清少佐、中佐、1944年6月1日から1944年12月5日。ありがとうございます。